右ですね。右、左側を持ちまして、右外、膝前、手を離すと右になり、子供に対する軽いを自転しましたら、ここで、ここ草を、子供の右隣に行きましょう。一回開きます。ここでですね、柔らかいここ草をご用意くださいということなんですね。硬いここ草です。この辺で止まっておりまして、で、大体こういうふうに手で押さえたり、しますとですね、先生からそれはよくありませんよ、もう常日頃からコブクサもいろんなコブクサがあるので、こうやって人前に出すときはもう柔らかいコブクサをあらかじめ用意しておきなさいということでした。ですので、そういったところも配慮の一つとして、お考えいただきたいということですね。でここで創生ですね。1、2、3と手を伸ばして左手を添えたまま右手で蓋を持ちましてコブクサの中央、両手でお茶入れなどを持ちまして、お茶入れを拝見していきますね。別名、三日月分離とも言うそうで、この中央の釉薬、三日月の釉薬を形を作っているんですけれども、いろんな釉所があるお茶入れだそうですね。右手でお茶入れの蓋を取りましたら、閉める瞬間に左手を添えまして、で両手で今度はお盆の玄関からお奥さんの玄関を通りました。お奥さんの中央、お盆を右左と持ちましたら少し持ち上げる、縦にして右手の上に左手、右手がその下、垂直方向を確保してから水平にしますね。で垂直にします。右手が左手の下、左手は向こう側を取って垂直方向を確保してから水平にして、そして畳の上、手を離すの右左、ここをまた創生します。1、2、3と息をそのままにお茶入れに手を伸ばし、お盆の玄関から入って中央へ、そしてここでこの草回中、回中しましたら名残のお辞儀、そしてお盆を右左と捉えて襟外向こう側、手を離すの右左、今度はお茶杓ですね。軽いお辞儀をしましたら拝見して、もう一度、そして名残のお辞儀、左膝の向こう側へ、今度はお私服、朝倉感動なんですね。でも生徒様ともね、この前お話ししてたんですけど、感動ってその生徒様も私もなんですが、縦の筋だけだと思ってたんですね。横の筋もあるんですねっていう話をしていて、ああ、面白いですね、朝倉感動。いろんな人の手を、超えてですね、いろんな持ち主を経て、ものがなお生き続けるというのが不思議だなという感じがしますね。はい、お盆を右左と持ちまして、襟外、右膝頭、手を離すの右左、お茶杓、お私服、でお道具から先に出ますよ。右左と盆を持ちまして、向こう側、手を離すの右左、お茶杓、お私服、持ち手上がって、右左と持って向こう側、手を離すの右左、お茶杓、お私服、ご自身が上がって右左と持ちまして、向こう側、手を離すの右左、お茶杓、お私服、ご自身が上がって、で右左と持ちましたら右向こう左手前90度回して、右向こう左手前90度回して、右横左横、そして先ほどとは、逆の位置ですね。手を離すの右左、お茶杓がそのお隣、お私服もそのお隣なんですけれども、もしここのスペースが小さければですね、このスーッと形を整えて、畳のへりにお私服の紐がかからないように、こうやってかかっているのがやっぱり良くないということですので、お出しする瞬間にスーッと形を整えてですね、で最後にここで1、2、3と勢いそのままに、お客様はこちら側から勝手口からですね、向こうから行くとあまりにもちょっと遠いなのと、遠いのと、あと畳の上にもかかってしまうというのがありまして、勝手口からお茶入れを出しまして、お茶入れは勘付きなんですね。そして説明していきたいと思います。まず僧礼ですね。僧礼が終わりましたら、いつでも召し上がっていいタイミングでございます。お菓子に対する軽いお辞儀をしましたら、お尻抱いて感謝して、両手で蓋取りまして、15度ほどずらしまして、右手でお箸、右端から3分の1のところを持ちますね。そしてこの隙間の中に入れましたら、お正局様は上座に蓋を置きますね。ここで
さを、返しを膝前に置きます。右手でお箸のような紙茶巾を取りまして、これもなるべくこう小さな手で、あまりこう両手では扱わないようにした方がね、綺麗かなと思います。握り込んで汚れた方に入れましたら、またお茶の時に使いますので、右の振り、そしてお箸は上から取って口先を清めて斜めに置いて蓋を閉めます。お客様ですので、お返しは右側へ、お菓子右左と持ちまして、90度まして右向こう、左手前90度まして、両手で持ちましたら、ここは右足から立ち上がって、左足がギリギリ右足で出して、はい、では本日のお菓子ご説明をしたいと思います。すごいボリュームがね、とってもあるんですけれども、草餅と練り切りが花火なんですね。とっても綺麗な花火なんですね。見えますか？ね、綺麗ですよね。もう大輪の花が咲いておりますよ。ちょっとカメラ近づきましょうか。お子様もね、ご覧になられたらね、喜ばれるんじゃないでしょうか。それではですね、その大輪の花火からちょっといただいてみたいと思いますね。すごい夜空に舞っている感じがするんですね。そして金粉が施されておりまして、キラ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 ってすごい、あれですね、いろんな色が使われておりますね。紫も使われておりますが、ご覧いただけると思うんですけれども、ピンクとあと白、結構いろんな色使われてます。中央に黄色もあるんですね。すごく色鮮やかで、本当に夜空に舞っている感じがしますね。ちょっといただいてみます。あんこはごまで作った。あんこがごま、夜空をイメージ。あ、本当だ、黒い、すごく綺麗ですね。わあ、いいですね。いただきます。今までの練り切りとはだいぶちょっと趣が違いますね。しっかりしたごまの風味を感じますね。そして、そうですね、黒ごまのね、しっかりしたちょしたごまの風味で、食べ応えがあります。とっても、皆様こんにちは。ズーム茶道教室よしやんのご案内でございます。今月に入りまして、また一人海外からの生徒様がお仲間に加わってくださることになりました。私どもズーム茶道教室よしやんでは、 YouTube では出しておりませんが、深く茶道を掘り下げて、これからも茶道教室を行ってまいりたいと思っております。具体的にはお墨のお稽古、大豆を使ったお稽古、茶箱でも釜を使ったお稽古など、本には載っていないそういった詳しいお稽古をこれからお送りしていきたいと思っております。また上級の生徒様が増えてまいりましたので、草花の得意である一つとして灰型の作り方などにも着目していきたいと思っております。茶道を深く掘り下げてお稽古したいと思っておられる皆様、どうぞ私どもにアクセスくださいまして、